適当な弓と盾を用意します。次に、木の枝の両手剣を拾ったら、床を叩いて、耐久値を削ります。スクラビルドで、手持ちの中で、最も攻撃力が上がるものをつけます。白銀ライネルは、この3箇所に出現します。個人的に、ヘブラ地方は、気温も低く、足場も悪いためおすすめしません。それでは、最もおすすめしないライネルを倒します。やることはたったの3つ。さすが、必勝、乗り攻撃だけです。